私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。夏休みといえばプールや花火だけど、学生時代は宿題も忘れちゃいけない一つだよね。みんなは宿題早めにやってた？それともギリギリになって慌ててやってた？宿題早めにやった方がいいのは分かってるんだけど、ついつい後回しにしたくなっちゃう気持ち分かるな。でも自分で頑張って宿題やらないとね。うちの娘の宿題を写真に撮ったって本当？本当だけどそれが何？宿題は自分でしないと意味ないでしょ？なんで写真なんか撮るのよ。なんか勘違いしてるみたいだけど、写真を撮ったのはこんなに頑張ってる人がいるぞっていうため。は？私の息子なかなか宿題しなくて後回しにするのよ。だからなるみさんのところの娘さんはこれだけ宿題やってるのよって見せてあげようと思って。そしたら危機感を持ってしっかりやりだすと思うのよ。そんなこと言いながら宿題の写真丁寧に一枚一枚全部撮ったんでしょ。進捗を分かるようにするためにね。そんなの丸写しされるかもって思ってもしょうがなくない？学校でも宿題は自分で解くように、友達の写したりしないようにって注意があったみたいだし。大丈夫よ、写したりしないから。ただ息子に見せてお尻を叩きたいの。ほらもっと頑張りなさいよってね。娘が心配してるの。赤ちゃんは？そう、写真をたくさん撮ってたけど答え写されたりしないかなって。漢字とか国語ならまだしも、数学なんて途中の式とかもあるでしょ。それが全く一緒だと真似したって思われる。だから大丈夫だって。そんなのさせないから。じゃあお子さんに見せた後は全部削除してくれるんだよね。もちろんよ。ならいいんだけど。分かってくれたならよかった。じゃあね。2日後。あなたの息子さん宿題めちゃくちゃ進んでるらしいね。そうよ、効果抜群でやる気出したみたい。ありがとね、感謝してるわ。おかしいことに娘の進み具合と全く一緒なんだって。え？娘がやったところまで全く同じペースで進んでいるらしくて、娘はコツコツ毎日頑張ってるのに一日であんなに進むものなの？そんなの知らないわよ、息子が頑張っただけ。息子は結構負けず嫌いなところがあるからね。それにしたって同じところ間違えてたりしておかしいじゃん。っていうかなんで知ってんの？みんなで図書館に集まったり、友達の家に集まって宿題進めてるみたい。大川は勉強がどちらかというと得意だから、みんなに教えてあげたりしてて。そうなんだ。あなたの息子さん虎之助くんだけ進み具合も間違ってるところも一緒だってさ。ふーん、間違えるのなんてみんな同じよ。引っ掛け問題とかね。ケアレスミスのところも同じ間違いしてるみたいだけど。そうなんだ、偶然ってあるのね、運命かも。虎之助くんは何も言わないみたいだけど。私の息子がやってないって言うならやってないの。やってないっていうのは宿題をやってないってこと？そうじゃなくて、人の答えを丸写しするなんてことしないって言ってるの。そう思いたいけど、前回のあなたの行動といい、怪しいところしかないの。このまま提出されたら、私の娘かあなたの息子どちらかが犯人にされる可能性がある。そうなったら二人とも悲しい思いをするんだよ。そんなこと私に言われたって。虎之助くんは何を言っても口を開かないみたいだし、宿題丸めて家を飛び出していっちゃったって。かわいそうに、勝手に犯人にされて泣いてるのね。なるみさん最低。なんでそうなるのよ。虎之助かわいそう、みんなで寄ってたかって弱い者いじめして。そうじゃない、あなたに聞きたい。本当に宿題を見せてないよね。当たり前でしょ、非常識なこと聞かないで。信じるからね。信じてちょうだい。娘の小学校は夏休みの半ばで、学校に行って宿題の提出があるの。今の校長先生が広島出身の人らしくて、原爆を落とされた日に学校に行って黙祷したり平和集会をやってるんだ。その宿題を提出する時にある事件が。5日後。最低ね、なるみさん。どうしたの？どうしたもこうしたもないわよ。あなた私の子供を悪者に仕立て上げたでしょ。何の話？今日は平和集会だったでしょ。うん、その時に宿題の提出があったみたいなんだけど。なるほどね。私の息子が出した絵が桜花ちゃんが描いたものだって騒ぎになったみたいなの。よくもそんな嘘がつけたわね。絵の提出ってまだだよね。できてる人は別に出してもよかったみたいで。それで騒ぎになったってわけか。虎之助が描いたやつなのに
なんでなるみさんの手柄になってんの？私の手柄って意味わかんないんだけど。子供の夏休みの宿題の話でしょ。虎之助かわいそう。その絵はあるの？みんなから怒られてかわいそうな虎之助は破っちゃった。だからもう絵はないわ。なるみさんのせいで私の子供が泣いてるのよ。虎之助家出て行っちゃったし、罪滅ぼしとして夏休みの宿題あんたがやりなさいよ。あなたがやってくれれば今回のこと許してあげるかな。子供から夏休みの宿題を奪うって恥ずかしくないの？え？娘を連れてくるね。こんにちは、虎之助くんのママ。おうかちゃん、何があったか説明して。私の描いた絵を虎之助くんが持ってて。まだそんな嘘をつくのね。黙って話聞きな。私はその絵を提出するつもりはなかったから何も言わなかったんです。だから何よ。だから別にその絵がどうなろうとよかったんです。でも私のお友達が、それおうかちゃんの絵だよね、なんで虎之助くんが持ってるのって騒ぎになっちゃって、虎之助くん何も言わなかったんですけど、友達と引っ張り合いになって絵が破けて、それで学校が終わったら虎之助くんすぐ帰っちゃったんです。これで何が起こったか分かった？大丈夫かな虎之助くん。大丈夫だよ。ありがとう話してくれて。宿題頑張ったらデザート準備してるからね。やったー、お母さんのデザート大好き。ということなんだけど、つまり虎之助が絵を奪ったって言いたいわけね。こないだからそうだけど、ほんと失礼なやつね。虎之助はそんなことしないから。それは分かってるよ。私が言いたいのはあんた。え？あんたが娘の絵を奪ったんでしょ。宿題の件だってそうよ。何を言い出すのよ。あなたが娘の絵を盗んで、宿題だってあなたが勝手に書き写した、そうでしょ。私がそんなことするわけないじゃん。あなたが桜花の絵を奪ったことは知ってるの。早く認めなよ。だからそんなことして私に何のメリットがあるの？あなたの義両親厳しい人なんだってね。え？宿題を早めに終わらせるように何度も言われてるみたいじゃん。それにしびれを切らして勝手にやったってわけ。しかも宿題をちゃんとしないと夏休みに行くディズニーランド旅行もなしだって旦那さんに言われてるんでしょ。どこまで知ってるの？そんなのどうでもいいよ。あんたこそどうでもいいじゃない。他人のことに首を突っ込まないで。子供のやる気をそぐようなことをするなって言ってんのよ。だってこうでもしないと私がとやかく言われるし、旅行だってなくなっちゃうのよ。虎之助だってきっと感謝してるはずよ。うまく今度は他人のやつ奪ってきてあげる。虎之助くんおいで。え？あの後公園にいる虎之助くんを見つけたの。本人から話を聞こうよ。お母さんが怒られるの嫌でしょ。それにディズニーランドの旅行にだって行きたいよね。ちゃんと宿題しないとお父さんに怒られて旅行に行けなくなっちゃうけどいいの？嫌ならみんなにはうまく言わないと。僕ちゃんと宿題できるもん。は？僕はちゃんと宿題してたのに、間違えてるからって全部消されて知らない答え書かれた。虎之助？絵のことだってそうだよ。お母さんが勝手に盗んだの知ってるから返してあげようと思ったのに、みんなが騒いで取り合いになって破けちゃった。おうかちゃんの大切な絵だったのに。気にかけてくれてありがとう虎之助くん。でも大丈夫。あの絵は大川提出するつもりはなかったみたい。でも家族と一緒に行った水族館の絵を描いたって、失敗したから描き直すって言ってたけど、すごく楽しそうに描いてた。そうだったんだ。教えてくれてありがとう虎之助くん。私はあなたのことを思ってやってあげたのよ。頼んでない。宿題だって自分でやる。あんたがやっても間違いだらけじゃない。全然答え合ってないし遅いし、字が汚いから怒られるし、そのせいで私がどれだけ怒られたと。もうやめなさい、みっともない。はあ？子供のやる気をそんなに削いで楽しい？虎之助くん、桜花と一緒にクッキー食べておいで。でもその手に持ってるもの渡してあげて。うん。それじゃあ私たちは話をつけようか。ちょっと待って。このことは旦那さんにも伝えてあるから。あとゆりとひまわりから話があるらしいよ。なんであの二人から？それじゃ。え？は、え？ゆりとひまわりと水江のライン。子供の宿題を奪うなんて本当に恥ずかしい大人ですね。しかも自分の子供の頑張りには目を向けないなんて最低です。出たわね、なるみさんと仲がいいママ友二人。
どうせなるみさんから告げ口されてるんでしょ。私は娘から聞きました。私も息子から聞いたよ。学校でそんな騒ぎになってんの？大きな騒ぎではありませんが、なるみさんのお子さんと仲がいい私たちの子供は知っています。親が率先して他人の宿題を奪うなんて。しかもお子さんの答えを全部消しゴムで消してから上から書き直したんですよね。だって答え間違えてるんだもん。あんなに間違えまくってるやつ見られたらお母さんに私の教育がって怒られちゃう。そんなに自分の世間体や人からの目が大切ですか？当たり前でしょ。教育が行き届いてないって言われたら私同居になっちゃう。それだけの理由で子供を傷つけるなんて。親の風上にも置けませんね。他人の教育方針に口を出す方がおかしいのよ。口を出しているのではなくて、あなたが宿題を奪ったからこういうことになったんです。何なのよ、みんなして私をいじめて。私は子供のためを思ってやっただけなのに、そこまで言われる必要があるの？あなたは子供のためにという言葉を使い、自分のために行動しているだけです。本当に息子さんのことを思うなら、息子さんの言葉を聞いてあげてください。息子さんは自分で宿題をしたいって言ってたのに、間違えてたからと勝手に消して、どんなに悲しかったことか。うるさいうるさい。わざわざ旦那にまで報告して。ここに住んでいる人たちってみんな性格が悪いのね。心配しなくても、あなたはここから消えることになります。え、なるみさんに迷惑をかけたんですから。ゆりはなるみさんのことが好きな、なるみさんのストーカーなんです。なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視して、悪さをした人がいれば成敗成敗。それがゆりという女なんです。成敗って。あなたはお子さんの宿題を奪ったので、今回はそうですね、夏休みの宿題お仕置きなんてどうですか？何それ、楽しそう、ワクワク。夏休みの宿題お仕置き？夏休みにちなんだお仕置きをするんです。例えば、絵を描くときは自分の体の一部を使って絵を描く。赤色しか使えませんけど、頑張って表現してくださいね。それってもしかして、ち、あとは習字をするときも自分の血液を使って、筆の代わりに髪の毛を全部抜いてください。なかなかにえぐいこと言ってる。それから自由研究は自分の体の溶け具合、どこが一番溶けやすいのかチェックで、漢字を書くときは熱々の鉄を持ってもらって、それを鉛筆代わりにして。ちょっと待って、ちょっと待って、何の冗談？なるみさんに迷惑をかけたらこれぐらい当然です。冗談なんかじゃないですよ。そんな、そんなことって。あなたのような母親はいりませんから、さようなら。いい夏休みを。いや、虎之助と桜花のライン。これ、あれ、破けちゃった絵セロハンテープでくっつけてくれたの？お母さんが勝手に持ってきてごめん。返したかっただけなんだ。そうだったんだ、ありがとう。でもそれは失敗しちゃってるから。これすごく上手だし、描いてる時の笑顔良かった。そっか、ならこれ家に飾ってもらおうかな。うん、絶対それがいいと思う。宿題勝手にお母さんがやっちゃったんだよね。うん、でもあれ僕がやったわけじゃないから出さない。お母さんがね、新しく印刷してくれたの。え、こっちに虎之助くんの答えを書いて出そうよ。でも僕頭悪いから答え合わないし、字が汚いし。よかったら勉強教えるよ。字だって練習すれば綺麗になるよ。ありがとう、いつか僕の嫁さんにしてあげるね。それは大丈夫、じゃあ勉強しようか。え、おお、勉強教えるとき私厳しいからね。その後、水江さんは今回の件が旦那さん家族にバレて離婚になった。それ以前にも子供の面倒をちゃんと見れていないと何度か注意をされてたみたいで、水江さんはそれを姑からいびられてるとか言ってたから意味わかんないよね。虎之助くんは宿題を着実にこなして、ディズニーランドの旅行にも行けそう。虎之助くんは桜花にすごく感謝してたけど、なんか気まずそうにしてた。何かあったのかな。まあ無事に一件落着してよかったよかった。あ、水江さんは夏休みのお仕置きとやらをエンドレスでずっと繰り返されてるみたいで、終わったと思ったら宿題が次から次へと。学生の頃みんな一度は思ってたよね、
いつまで宿題やれば終わるんだって。終わったと思ったら実は終わってなかったりとか。懐かしいな。学生時代を思い出す。怖い夏休みのお仕置きされないようにみんなも気をつけてね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。